いいトレーニングできてるので、試合でしっかりそのトレーニングを出せるように、やっていきたいし、自分自身は悪くないです。やっぱりお世話になったクラブで、まあ、どうしても、ちょっと意識しちゃう部分があるので、でも今は名古屋グランパスの一員としてしっかり勝てるように、ベルディを対戦相手として見て、試合終わった後に、しっかり勝てるようにグラウンドで100%出したいと思います。試合終わった後に、みんなで喜べるように、精一杯、ハードワークして、勝てるように頑張ります。応援お願いします。